野尾舞子の舞子チャンネルスタート。テンション低くないやんか。加納舞子の舞子チャンネルスタート。ついこの間お仕事でご一緒させてもらいまして。そうなんですよね、はい、それがきっかけで今回来ていただきました。結構すぐのスパンで来てもらって、うん、なんかゆるく本当にお部屋トークみたいな感じで、うん、我が家にようこそみたいな感じで今までの恋愛だったりとか、うん、最近ハマってるものだったから、むしろ現役、あ、いいんだよね、そういう話。現役時代とか恋愛とかしてたんですか？いや、もちろんしてましたよ。なんかさ、こう勝手なね、なんかそう想像だけど、その現役でバリバリやってる時にその恋愛というものがすごく邪魔になるというか、あのすごい軽いタッチで恋愛できる人だったらいいと思うんだけど、なんかそんなスポーツ選手で、そんな恋愛ってあんまりこうがっつりしないものなのかななんて思ってたんだけど、じゃあしてたんだ。彼氏とかいたんだ。いましたよ。やだな。やだな。一応いた。言いましたけど、なんかでも今でこそ、うん、結構普通に公表したりとか、結構オープンになってきてるじゃないですか、恋愛が。あ、まあそうだ、ね、SNS とかもそうだし、今載せたりとか、なんかまあ一回例えばじゃあ記事に載ってからはもう普通にオープンにしてたりとか、なんかそういう人が今多いなって思う中で、やっぱりその当時って恋愛してることがこう例えば周りに広まったり、例えばチームの人にバレたりとかした時に、ちょっとなんかそっちになんか行っちゃってんじゃないのとか、バレーに集中できてるとか、そういうのがやっぱ多かったんで、だよね、やっぱ言ってなかったですね。そっか、あんまりみんなには話さずにみたいな感じだ。そうですね、だからチームで本当にいつも一緒にいるメンバーだったりとか、本当に近しい人にしか言ってなかったりしたので、うんうん、本当にそれが私も何回かその監督に言われたこととかあるんですけど、今お前誰々と付き合ってるって聞いたけど本当かみたいな言われたりとか。え、それは合ってたの？合ってましたね。合ってましたね。なるほど、はい、すごいね、そういう情報。そう、うん、え、なんで知ってんのと思って、うん、みんなでもいる時期はやっぱありますよ、現役の時でも。なるほどね。しかし結構振り回されちゃうタイプだから、自分が今は全然違うけど、なんか昔とかって、そうすると仕事だったり自分の私生活に邪魔って言ったらあれだけど、やっぱ恋愛ってしとかない方がいいのかなっていうタイプだったっていうか、今思うとね、けどそうはならないでしょ、そこまではいかないでしょ。なんか、うん、そのやっぱ現役の時は本当にバレーしてた方がやっぱそっちに集中するので、例えば彼とうまくいってない時に忘れられるじゃないけど、 そのしてる時は考えなくていいみたい なんか時間になるので、でもその練習が終わった途端そっちに頭がこういって、うん、だから練習が始まると切り替わって本当にそれだけになるけど、それ以外の時間は意外とこう彼のこと考えてたりとか。でもそうかも、ごめん、しかも思った、今なんか仕事が忙しい時っていうのは忘れてるかもね。その時間が逆に楽だったりしましたね。そうだよね、確かに確かに。だから本当恋愛してる時ってめっちゃネガティブなんですよ。この間もちょっと言ったんですけど。いや全然わかるよ、すごく。でもおかしいよね、ネガティブって。すごくわかるけど、うん、ハッピーじゃなきゃダメだよね。そうですね、本当だったらやっぱり好きな人ができて、うん、付き合いできてとか、うん、すごいハッピーなこう頭になるはず。でもなんかね、余計な心配したりとか、うん、考えてもなんかどうしようもないことまでずっと考えて、一人でなんか落ちていくのがすごいあって、で余計になんか自分で失恋ソングを選んで聴いて、うん、どん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 落ちていくみたいなのが、うん、でもそういう自分が嫌いじゃなかったりとか、何してんだろうみたいな。なんかやっぱ美容のことをすごい聞きたくて、あのいただいたあの洗顔もドロパ、そうなんです、はい、今しげるそのすごい良かったです。ドロパックのをプロデュースしてて、え、使ってくれた？はい、おぞ
ツルツルになりました。なるでしょう、やっぱ泥いいんですかね。ただ10年ぐらい前って言ったらあれだけど、泥ってやっぱ流行ってる時期があったんだけど、うん、その頃に比べるとやっぱ今の泥パックって特にシゲルが出してるので、あの美容成分が結構入ってるから、塗っても違和感なく肌なじみするじゃん、すぐ、はい、あと落としやすいし、ぬるま湯で、なのでやっぱ昔はね、なんかもっとゴワゴワしちゃったりとか多分してると思うんだけど、今のやっぱり進化はしてますよね、いろいろと美容商品って。色白いじゃん。暗くなることあるんだっけ。最初は赤くなるんですけど、うん、一番最初、そのシーズンの一番最初でも繰り返して焼いていくと、なんかちゃんと黒くなります。吸収してました。あ、そうなんだ、はい。なんか夏ってゴールデンウィークぐらいから過ぎてくると露出の服も増えるじゃないですか、はい、でそうなるとやっぱりちょっと足とか日焼けしててとかっこいいなと思ったりとかしちゃうのね、うん、でもなんか海とかそういうところで焼くよりは日焼けサロンの方が綺麗に焼けますよね。そうそこ大事。あと紫外線じゃなくて赤外線だからまだ体にいいのかなっていう自分への納得。確かに。どうかよくわかんないけど紫外線が良くないですね、うん、でも外でなんかお仕事ある時って何されてるんですか。番組でハワイロケとかがあった時、年が 4,5 年あって、はい、年2回ぐらい出たんですけど、なんか白くてで短パンとかじゃないですか、ハーフパンツとかじゃないですか、はい、なんか女の子はいいと思うんだけど、なんか若干ハワイ馴染まないよねって思うと、うん、そのために日焼けしていっちゃおう。あーでもとか、なんか南の島に行きたいな。行きたいよね。ハワイとかめっちゃ行きたいです。私一昨年、去年でしょ、うん、一昨年のホノルルマラソンに出てるんですよ。おで出てるんですけど、フルで走ろうと思ってエントリーしたんですけど、うん、まさかの一緒に行く友達がその期間に妊娠しちゃって、うん、で最初どうするって言ったら、うん、なんかとりあえず行くは行くみたいな、うんうんうん、なんか辛かったらいいよって言っても、いや行く、もう最後これ行かなかったら多分行けないから、あ、そうだね、行くって思って、うんうん、で行って、で10キロだけ歩いて終わりました。あ、仕事じゃなくてプライベートで行ったんだ。プライベートでちゃんと2人でエントリーして行くよって言ってるのに、ちゃんとしっかり子作りして、うん、妊娠して、うん、で2人で行くっていう気が気じゃなかったですけどね、私も本当だよ、ね、大丈夫かな、なんか飛行機とかでもそわ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 して、うんうんうん、なんかホテルとかでも大丈夫かなって、うん、ずっとなんかそわそわした。気になっちゃうよね、やっぱりね。そうそうそう、いい思い出にはなりましたけど。え、3年前ぐらい。1年ちょっとです。え、でもなんか仕事でいろんな国行かれてると思うんですけど、うん、どこが一番良かったですか。ヨルダン。ヨルダン、うん、ヨルダンってどこだ。中東言ってた当時、番組、日テレの番組だったんだけど、はい、弾丸トラベラーっていうのがあって、ありましたね、懐かしい、すごい。そう、それで1泊4日かな、1泊5日かな。うわ、マジの弾丸なんだ。リンカちゃんと2人で行ったの、はい、それで本当マジで弾丸で、ほとんど飛行機か空港って感じなんだけど。そうですよね、弾丸だから。でもなんかそのたまたまその着いた時間、24時間なわけじゃないですか、の中で着いた時間と帰りの時間が割と結構ちゃんとうまくはまって、はい、あの割とちゃんと泊まれたし、ホテルにちゃんと2本分取れたんですよ。1泊およかった。あの何百回記念みたいな感じだったので、はい、で 2週にわたってみたいなのなんだけど、それすごい行きたかった。なんかすごい古い遺跡、はい、世界遺産になってる遺跡があって、はい、でニンカちゃんはなんかラクダ乗りたいとか言って、はい、で結果死海、あの、はいはいはい、レッドシー、ヨルダン、そうですよね。そう、そこも行って、めっちゃ行きた。ほんと良かったけど、はい、食べ物はきつかったな。あー、やっぱ中東なんかこう、なんか、うん、それはちょっと食欲ないっていう感じになっちゃったし、うん、司会をずっと行ってみたくて、なんかそのうちなくなっちゃうって言いません、ひっからみちゃうみたいな、なんかそうなんだ、聞いたことがあって、その前にあれね、例えばシルバーのものとか、はい、なんかつけてると全部取ってくださいっていう、あの錆び、そう、錆びちゃうから、塩分のあと、例えば傷、うん、擦り傷とか、あ、痛そう、そう、もうすごい痛いですよとか、めっちゃ痛そうですね。なんか
しげちゃんじゃあちょっと浮いてくださいって言われたから、え、しげすいません全国ネットでビーチクとか出せないとか思って水着もね、そうそう、しかちゃんが浮いてたけど、うん、本当にちゃんと浮いてた。うわーすごい。あとそこのドルパックがすごく良かったですね。かのちゃんはどこが良かったですか。迷うなトルコですかね。ねえ、この間その話もして、トルコいいよね。そうなんですよね、やっぱりあの、ね、イスタンブールに住んでたんですけど、うん、あのボスポラス海峡のあのやっぱ綺麗な海の感じ、うん、でも私行ってたの冬だったんで、うん、夏が最高だよってみんなに言われて、で結局そのバレーシに行ってるのでそんなにたくさん観光もできずに帰ってきちゃったんで、うん、それでもすごい良かったし、人がすごい優しかったんで、うん、トルコ人がそれですごい好きになりましたね。なんかカッパドキアとか、はい、は行きました。行ってないんですよ、行けてないんです。住んでて全然、はい、何してるのバレーか。ずっとバスで移動してたバレーのあの会場まで本当にどこも行けなかったな。それこそそのモスク、うん、とかしか見てないです、あのこういう宮殿、うん、行った時に誰だっけ、現地の方かなんかに、うん、本当に絨毯とか売りつけられるから気をつけてって言われた、なんか直後に本当にお店に連れて行かれて、これどうみたいなそれこそ本当に私とマネージャーなんですけど、うんね、もうまんまとチャイムで飲んでね、はい、お茶まで飲まされてお茶飲んだら終わりだよ、終わりだよお茶飲んだら、あ、これかみたいな、まんまとなんか連れて行かれ、うん、綺麗だねなんて言ってたら、どうぞどうぞみたいな、なんか2階へどうぞみたいになってなんか逃げるように帰りましたよね、最後。これはダメだ。でも、持って帰るのが大変なんだけど、大きいから絨毯って、はい、可愛いのがいっぱいあるんだよね。そうだ、欲しいなと思うのはあった。そう、同じ時期の代表の中で必ず一組はいる気がするんだよね。一番されて嫌だったことって何？恋愛でされて嫌だったことですか？そう、やっぱりご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。